心からかずっと頼まれているよりも探さなきゃと感じてた気がするよ。どんなことがきっかけになるのかなんてわからないからなのかもね。晴れる日だけじゃなくって雨が降る日もあるんだ。明日の空は今日と違っていて、だからこの瞬間のこの感情を大事にしたいんだ。きっと後悔しないなんてできやしない、そんな現実に逆らったって本当に守りたい表情があるよ。絶対で誓っているんだ。この気持ちを諦めたりしないよ。ねえ君の笑顔を咲かせて、さあ眩しい光の中でそういつでも笑ってほしいって思っているんだ。そのためにならどこへも走っていけるから。どうしても辛い時だったらもう一人になんてさせない、きっとすぐに会いに行くって誓ってみてるよ。小さな種が芽吹く日のためにスマイルの花咲く日のため。思うようにいかないことは続いてしまうね。希望はいつだって遠すぎるから、だけど覚えておいて立ち止まっていちゃたどり着けないままさ。ちょっとでも前へ一歩でも先へ、うつむかないでいるのなら感じて欲しいのは苦しみじゃなく確かな未来の輝き。その胸に確かにあると信じて欲しい。離れてたって声が届くことを知っているはずだよね。僕たちは叶えたい未来へ向けて想いを放とう。ねえ君の光を見つけてさあ、優しい瞳の中にそういつでも笑ってほしいって思っているんだ。そのためにならどこへも走って行けるよ。今日雨が降っていた空も明日がどんなに遠くてもきっと叶えられるってこと分かっているんだ。小さな種が芽吹くその時に君の笑顔が咲いた時に。大変長らくお待たせいたしました。ニュージェネレーションザライブトリガー編ステージ4。
僕らが咲かす花第2部始まります。整備中のタイミングで怪獣たちが次々に現れるなんて、やっべー大ピンチ。ダイナウルトラマンマス限界。あんたたちは怪獣退治は専門家に任せてもらおう。行くぞお前たち。ウルトラマンがこんなにたくさん。俺様たちも手拍子で応援するぞ。ウルトラマンマス君の力最強。強くなったなリブット。また共に戦えて嬉しいですマックス。
もう一人の助っ人ってどなたを呼んだんです？俺たちが呼ぶ助っ人って言ったらな。ああ、一人しかいねえよ。コスモン！遅くなってごめん。コスモス先輩！しゃあ、一気に決めるぜ！おしょわら、俺様たちも気合い入れていくぞ！こちらこそサポートありがとう。そんなに大勢でこの地球に何をしに来たんだ？この時空がピンチだって聞いてな。マルール、最近この地球で変わったことはなかったかい？え？ああ、そういや数日前から空に穴が開いてんだ。もしかして時空の切れ目でしょうか？ありえるな。よし、そっちは Z とリブットに任せる。我々は闇に引き寄せられている暴走怪獣の警戒に当たるぞ。了解です。すぐに案内してくれマルール。任せろ、こっちだ。アブソリュート、ディアボロ。男の正体はお前だったのか。邪魔なウルトラ族を二人も同時に消せるチャンスだと睨んでな、こいつらの計画を利用させてもらった。話せ。貴様はもう用済みだ。お前らの体力が疲弊しきったところでこの空間ごと消滅させる計画だったのによ。いつまでも戦い始めねえからわざわざ姿を変えて近づき戦う流れに誘導してやったのさ。ガタノゾーアを呼び込んだのももちろんこの俺だ。それじゃあ仕上げといこう。動けなくなるまで痛めつけてやるぜ。強くなってる。いいね、奴らの闇エネルギーを吸ったおかげで力がみなぎるぜ。僕はみんなを笑顔にするんだ。こんなところでやられるわけにはいかない。綺麗ごとほざいてる暇があったら俺様に誇りの一つでもつけてみたらどうだ。見つけたぞ。リブット、ゼットさん、この空間を見つけ出すとはな。やるじゃねえか。残念だったな、小さい時から
かくれんぼは得意だったんでございますよ。闇の波動を追ってきたのだろう。そうだけど、まさか我々をおびき寄せたのか。消せる邪魔者は多い方が好都合なんでね。ちなみにこの空間の出口は強力な闇で全て封じ込めてある。それって光の戦士じゃ出られないってことか。今頃気づいても手遅れだ。おい、相手してやれ。こいつら黄泉の国からの特別ゲストさ。なるほど、あの中には精神体、いわゆる魂の状態でしか入り込めないのか。もし魂が中で消滅すれば肉体も。大丈夫かよあいつら。ちょ、おい、ザット、リベット。うわー、何があった。バカ野郎ザット、まだお前には教えてやりたいことが山ほどあんだよ。いや待て、二人とも落ち着いてくれ。あの時空の切れ目の中に魂を送り込んだから肉体が空っぽになってるだけ。生きてるから大丈夫だから。え、そうなの。なんだよ、紛らわしいことしやがって。だー、もうこの野郎、貸してやる。ふざけんな、この大声出しちゃったじゃないか。やめなよ二人とも。このコスモス、お会いできて光栄です。怪獣との共存を実現させたあなたのことを心より尊敬しています。やめてよ尊敬なんて。僕は夢を追いかけ続けただけさ。それで中の状況は。わかりません。ただ闇の反応はどんどん大きくなっています。ヒガやトリガーもきっとこの中だ。俺たちも乗り込もう。皆さん、これは罠です。中に入ってはいけません。リブットの声だ。罠ってどういうこと。アブソリューティアンがウルトラ戦士を排除するために仕組んだんです。この空間は闇にあふれている。体も思うように動かない。非常に危険な状態。リブット、くそ、俺は行く。お前たちはここで。待て待て、いつもそうやって一人でカッコつけやがって。僕ら三人で乗り込む。君たちは空っぽになったみんなの体を見張って。しかし先輩にカッコつけさせるのも後輩の仕事だよ。わかりました。皆さんお気をつけて。さあ勝ちに行こうぜ。すいません、体に力が入らなくて。二人はここにいろ。我々は一人残ってくれているリブットの火星に行く。でも心配すんな、俺たちは散々極上のピンチを切り抜けてきた。今回だってなんとかなるさ。ありがとうございます。なんて面だ健吾、スマイルスマイルだろ。はい。やっぱウルトラマンって大変っすね。ですね。でも辛いことや苦しいことを経験するって
大事な時間ですよね。大事な時間？はい。花がきれいに咲くには雨が降る日も必要なんです。だからたくさん汗や涙を流した方がきっときれいに咲けます。素敵な考え方ですね。でも雨よりももっと大切なのが太陽、笑顔なんです。だから僕は世界中のみんなを絶対に笑顔にしたい。俺も救える命は全部救うって父さんに誓ったんで、諦めるなんて絶対できないっす。春樹さん、行きましょう。おっす。春樹さん、あっちです。あっちだと思うんですけど。え、本当？え？いや、あっちですよ。ちょっとは先輩に気使ってよ。え、なんか俺が間違えたのすげえバレてる気がするじゃん。なんかさ、恥ずかしい。なんか回ってもいいんで。あ、春樹さんの言うてるあっちですね。ダメ？あっちダメ？ダメ？ああ、あっちですね。あっちでしょ？あっちです、あっちです。俺言ったじゃん最初のあっちって。やっぱりあれっす。やっぱカッコつけさせるのも後輩の仕事なんですね。後輩の仕事。でもなんか俺、健吾くん、俺の一番最初の後輩でよかったなと思います。それ僕も同じこと思ってました。本当ですか？先輩が春樹さんでマジで楽しいっす。ありがとう。カッコ。嬉しい。俺もよかった。あのトリガーになってくれてありがとう。てかやばい、はい、早く行かないと。そうっすね。 あ、そうだ、春樹さん知ってます？笑顔っていうのは人が人に。だろう、この空間に充満させた闇の波動が貴様らウルトラ戦士の活動限界を短縮させているからな。臆病者め、卑怯な手を使わなきゃ戦えないのか。勘違いするな。数が多すぎるから面倒で今回の計画を実行しているだけ。本来真っ向勝負でも貴様らなど恐れに足らんわ。オスの幻獣剣奥義さて、十分楽しんだな。そろそろこの空間を消滅させるとするか。待て。この音、空間が消滅し始めてる。無事か、お前たち。すぐにここから抜け出そう。だが出口は全て封じられている。心配すんな、俺たちにはとっておきがある。行くぜ。ウルトラマンサーガ。いいかみんな、今からこの空間にいる全員をまとめて引きずり出す。つまり
外に出たらすぐに敵とも鉢合わせた。そこで決着をつけるぞ。心得た。しゃあ、聞こえるか地球のみんな。なんだなんだ。今から全員でそっちに向かう。だがそのためには光の道しるべが必要だ。俺たちが向かうべき場所の目印となるように大量の光エネルギーをその場所に溢れさせてくれ。任せろ。よっしゃお前ら、ウルトラマンたちのことを思いながら強く手を叩くんだ。弾ける光でこの場所をキラキラに輝かせようぜ。見つけたぜ、みんなの光。この反応戻ってくる。よし、我々も戦闘態勢に入るぞ。タイガー、オーケー、X。 さあいつでも来い。闇を飲み込め。ドーマンだ。スピルゼロビアの G メディアプロジェクト。ここは現実世界。皆さん、よくぞご無事で。他の戦士たちは闇に引き寄せられた怪獣たちと戦ってくれています。ここは俺たちで抑え込むしかないってことですな。意気がるなよウルトラ族。この展開すら想定内さ。空間の中に溜まっていた闇も現世に溢れ出したのか。まとめて消せなくなったのは少し手間だが、ここが貴様らにとって不利な場であることに変わりはねえ。どんな逆境でも僕たちウルトラマンは最後まで戦い抜く。行くぞ。ご一緒できて光栄です、ティガ。君がタイガか。父譲りのいい目をしているな。さあ一気に行くぞ。あの頃と比べて随分と澄んだ心になったな。だから勝手に人の心見通すなっつーの。見せてやる、本当の戦いってやつを。行くぞグリーザ、あの頃の私と同じだと思うな。
奴らもウルトラ族の体力を削るという役目は果たしたようだからな。イグニス！ティーターン、お前も来ていたが。まったく、煩わしい計画など立てず、正面から力でねじ伏せればいいもん。このようにな！この強さは。まずい、空間破壊にエネルギーを使いすぎた。こんなものか、ウルトラ族。ハルキさん、僕をかばって。さすがに大ピンチっすね。あの世で拝むがいい。この星があっけなく消えゆく様をな。ここは僕の時空なんだ。僕がやらなきゃ。どこか悲しげな輝き秘めた目がまっすぐ。もうやめろケンゴ、それ以上戦ったら。ケンゴか。あ、そうだ、ハルキさん知ってます？笑顔っていうのは人が人にあげられる最高のプレゼントなんですよ。自分の好きな人が笑顔だとこっちまで嬉しくなるでしょ。笑顔が笑顔を咲かせるんです。だから一回じゃなくて繰り返し言うんですよ。スマイルスマイルって。ケンゴ！
ゃいいんだ。そうだ、笑いましょう皆さん。ハルキ、こんな時に何を。そうか、あいつを、ケンゴを奮い立たせてきたのは、いつだって誰かの笑顔だ。守りたいものが目の前にあることを感じれば、きっとケンゴに力がみなぎる。さあ、笑顔を作るんだみんな。大丈夫、マスクをしてたって必ずケンゴ君に笑顔は届く。よっしゃ、お前ら準備はいいか。行くよみんな、せーの、スマイルスマイル。さあ、もっと最高の笑顔で、せーの、スマイルスマイル。立て、立ち上がれケンゴ。お前にはみんながついてる、一人じゃねえぞ。僕はウルトラマントリガー、未来を築く希望の光になるんだ。宇宙を照らす超古代の光、ウルトラマントリガー。なぜだ、奴の傷が癒えている。これが光の力だというのか。僕は負けない。僕の光を。ストリームブラスター、ザビームコースさ。まったく無茶をする。ありがとうございました。僕らの時空を救うため力を貸していただいて。そんなそんな、君の力になれて嬉しかったでございますよ。だがアブソリューティアンがこれで引き下がるとは思えない。戦いはまだまだ続くということか。俺たちももっと力をつけなきゃな。よし、すぐにタイタスやフーマと修行だ。みんな、これからも共に力を合わせ、世界中の人々を笑顔にしよう。はい、地球のみんな、みんなの笑顔の花、すっごく綺麗だったよ。これからもその花をいろんな人たちにプレゼントしていってほしい。一つの光じゃ影ができちゃうけど、たくさんの光で照らせば影も刺さない大きな光になれるんだ。みんなで照らそう、この星の未来を。みんな大好きだよ。ねえ、今日の光を見つけてきた優しい瞳の中に、そういつでも笑ってほしいって思っている。
こうしてウルトラ戦士たちの活躍により再び平和は取り戻された。だが彼らの戦いは終わらない。いつの日か世界が笑顔の花で咲き乱れる、その日まで。きっと叶えられるってこと分かっているんだ。小さな、ありがとな、ウルトラマンたち。いや、すっげー戦いだったな。お前らもよく逃げ出さず最後まで応援してくれたな。あ、でもせっかくならもうちょっとだけウルトラマンたちと思い出作りたくねえか。な、だよな。じゃあせーのの合図でウルトラチャージ、もう一回しようぜ。みんなの思いが届けばきっとまた会える。いくぜ、せーの、ウルトラチャージ。信じよう、奇跡を僕らずっと守ってゆこう。君に咲いた笑顔。皆さん今日は本当にありがとうございます。最後までスマイルスマイルでお願いします。空にさ見つけたい風船と星、それぞれに輝いてほら、キラリと光る。もっともっと大事な人を思い合う気持ちが誰かの心に届いて響き合うように、全力全身で負けそうな時にも諦めないで。ありがとう。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。仲良しだな、マルールとビーグルス。うん、嬉しいですね、こうやってたくさんの方が、ね、最後の最後まで手拍子ね。今日オンラインの方もね。そうだね、見てますか。ありがとう、見てくれてるみんな、サンキュー、ありがとうね。嬉しいですね。嬉しい。もう世界中で戦ってたということで、ね、みんなでね。どうなのこの配信で歌う歌うって。配信で歌う歌、まあこういうね、ご時世になってから増えましたけど、なんかどんな風にうまいとかいっぱいコメントしてもらえてたらね。いや、してもらえてるでしょ。うまかったですよね。何よりですけど、生だったよりね。これで皆さんに手拍子促したくて、僕もこうやってやるんですけど、やっぱブレちゃうっていうのも。あ、歌？いや、楽しかったですね。俺なんてなんなら手拍子感覚わかんないから。そんなことない。難しいからさ。まあ本当にね、ありがとうございます。改めましてですが、皆さんステージに来てくださいましたし、ね、僕たちのヒーローもじゃあ呼びたいなと。大事だね。思います。よし。いきます。せーの。Z さん。あら。これまだ？ああ、よかった。ああ。うん。危ない危ない危ない。何泣いてんだよ。それ言われると泣いちゃいますね。皆様、改めましてですが、
このウルトラマンニュージェネレーションザライブ、最後だね、ウルトラマントリガー編、来てくださって皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃああれですか、紹介していきますか。紹介をまず、はい、はい、していきたいと思いますので、はい、皆さんも大きな拍手をくださいね。まずはマルル。お、サンキューみんな。うん、かわいいね、マルールはね。こんなに拍手してもらえること人生であるかね。だからマルール言っといた方がいいんじゃない、一言。一言、一言言っときゃ。じゃああと1時間ぐらい。あ、一言ね、一言。長い長い長い。一言か、難しいな。まあでもまずとにかく今な、アーカイブとか生配信とか、そして会場に駆けつけてくれたみんな、本当にサンキュー。何よりもね。うん、一個な、多分俺様だけの特権があるんだけど、なんだと思う？なんだ？尖ってる、尖ってる、尖ってるから。尖ってる、ここ、ここがいっぱい光って、ここが尖ってる。いや、かもしいわ。そうじゃなくって、ああ、とにかくみんなの横顔、素敵な笑顔とヒーローたちの横顔、俺様だけの特権なんだよ、ここから見えるのが。まあそうだよね。うん、みんなもそうだよね、そこからしか見えない僕たちを見てくれてるからね。うん、うん、何よりそれが見れるのが嬉しかったし、あと、まあなんだかんだな、1年間くらい、一言じゃないな、いいよ、全然最後だからね。うん、うん、これが最後じゃなくって、またみんなともたくさんな、こうやって会えたらいいよな。ありがとう。うん、そういう気持ちも込めて今日はな、ありがとうとまたねっていう気持ちでいっぱいだぜ。え、かわいいな。サンキューみんな。マルールもグッときてますね。じゃあこっちから、はい、じゃあいきますよ、 X さん。はい、 X さんもじゃあ一言どうぞ。あー、一言、いや、ダメ、これ多分ダメか、ダメ、あ、ごめんなさい。はい、じゃあ次いきます。ごめんね、X さん。うん、はい、次、サガさん。しゅー、サガさんはなんかちょっとまだいじれないな。ごめんなさい、ごめんなさい、いじれないです、まだ。はい、 X さん、 X さん、なんでいじれる。ティガ先輩。タッ、かっこいいね、ティガ先輩は。なんで X さんだけいじるの。なんでなの。すごいな。さあ、じゃあ続いてこちらがいきます、タイガさん。リブットさん。トリガーダーク。そして Z さん。そして、そしてトリガー。いやー、嬉しい。なんかね、拍手が大きくなかった。いやー、常に大きくてね、嬉しかったね。よりパワーを感じましたよね、うん、声とか出せなくてもマスクしててもね、うん、エールちゃんと届いてますよ、うん、さあ、そしてあの、もう一人呼びたい。あー、そうだ、呼びたいなと。そうだ、お、呼ぶか、呼びたいですよね。呼ぼう、せっかくだから。え、みんなも配信でもいいの。あ、ダメ、ダメなの。え、いいんだ。なことねえよな。ああ、みんなで呼んでみようぜ。え、ああ、いいよね、いいんだ。今お互いにチリチリしちゃいましたね。みんなの気持ちを届けられるようにウルトラチャージ、みんなでしようぜ。はい、じゃあ胸に手を当てて、せーので、いくぞ、せーの、ウルトラチャージ。ウルトラディメンション、輝け、フラッシュ、デッカー、オルトラマン、デッカー、フラッシュタイム。おー、すげー、ハッシャー、すごいね。しっかり、みんなの気持ち届いたみたいだな。ねえ、来てくださいました、うん、さあ、ちょっとじゃあ、紹介を。
お願いしてもいいですか、マルル。俺様でいいのか。はい。お、じゃあビシッと紹介させてもらうぜ。で、なになに。彼は宇宙の神秘の力を持つニューヒーロー、ウルトラマンデカ。ダイナミックな戦い方でどんな敵にも挑んでいくぞ。テレビ東京系にて7月9日より毎週土曜朝9時放送スタート。これからのデッカーの活躍に乞うご期待だぜみんな。しゃ、かっこいいな。かっこいいっすね。ってことでじゃあデッカーさんに一言もらいます。デッカーさんに一言。ここで、うん、いやいやいや、やめといたらいい。なんでということでになるの。なんか一言もらうくだりかなと。いやー多分また今後それはあのいずれか7月ね見れるということ。7月9日か、うん、9日。みんな絶対見てくださいね。絶対見てくださいね。見てくれよなみんな。ね、第ね第一声をねそのハルキさん。なんで第一声ハルキさんでいいじゃないですか。別に。まあね、確かにこれから先だね。うん、もう本当にこれもうラスト終わりということでね。はい。最後になりますが、はい、僕健吾と春樹さんから一言ずつ、はい、お別れしていきたいと思います。じゃあ僕から、はい、本日はご来場ありがとうございます。オンラインの皆さんもありがとうございます。あ、わーよかったよって多分言ってくれてるんでしょう。うん、いやなんか大丈夫。 Z さん大丈夫。Z さん大丈夫。 Z さん、Z さんちょっと一回あれなんじゃない。一回大丈夫。 Z さん大丈夫。どうした敵襲か。ちょっとパトロールに行ってもらおうぜみんな。パトロールに今から。うん、ちょっとウルトラチャージしてみるか。みんなで胸に手を当てて。うん、みんな安心して。 Z さんやってもらっていい。代役のやってもらっていい。なんかじゃあもう今だけ偉大だな。いや偉大すぎるんじゃないかな。わかんないわかんない。わかんない。似てる似てます。わーやっとティガ先輩いじれた。すげえな。心臓の毛ボーボーだぞ。サーガさんも待ってます。よかった。サーガさんも。うん、サーガさんはちょっとまだ怖いわ。また今度。ダメでした。で、あの本当にありがとうございます。うん、なんだろう。何言おうとしてたんだろう。なんかこうやってね新しいウルトラマンどんどん出てきてすごい僕時代の流れを早く感じてもう忘れられるんじゃないかとかなんかすごい不安なこともあるけどでもこうやって皆さんが見に来てくれてすごい嬉しいですし自信持てます。皆さんにすごい元気もらってます。なんか今こうやって SNS とかいっぱいありますけどこうやって直接見たこととか、まあ、配信で直接見てくれたことはすごいなんだろうな大事にしてほしいなと思います。人から聞いたこととかよりも自分で経験したことや見たものをより強く思って自分の人生に生かしてほしいなって思います。あとみんなには、ごめんねよりありがとうを言える人間になってほしいです。いいこと言ったんじゃない？どう？そんな？そんな？だから皆さんにありがとうを伝えたいです。ありがとうございます。ケンゴくんもねさっき言ったけど後輩第1号になってくれてありがとう。こちらこそ。なんか俺はケンゴくんに結局自由人だからケンゴくんにいつも軌道修正してもらって助けてもらってます。そう戦ってる時も結構ねトリガーさんに助けてもらってんだよ。だからありがとう。ありがとうだし、なんだろうな。これからもよろしくお願いします。ってな感じで、皆さん本当にご来場ありがとうございました。結構3月から長かったんですけど、非常に楽しい時間でした。みんなまた応援しに来てください。どんどん光をつないでいくんで、みんなも見届けてあげてください。ありがとうございます。じゃあ、ケンゴくんお願いします。はい。
なんかやっぱちゃんと伝えるべきことは伝えてくださるっていうのがいやさすがだなってね毎度毎度思います。あの春樹さんの継ぐべきスピリッツを継いで僕も次はむちゃくちゃしたらいいですか？そこは継がなくていいんじゃない？むちゃくちゃ、それは自分の好きなようにでも分かんないよ来年にはなんかむちゃくちゃやってるかもしれないしね。どうだろうな、まあ、そんな健吾君を見てみたいけどね、まあ、自分の、うん、でも本当に確かにこうね今日も皆さんに光がこう伝わってるんだなってことを感じてみんなも持ってるんだなってことを感じて忘れるなんて絶対ないと思うし、うん、すごく僕もホッとしてる部分もあります。で、まあ、僕がここに立って健吾として何が伝えられるのかなそういうのとも時々考えるんですけどやっぱり自分がしたいことができるようになったとか夢が叶ったってことを何よりもね僕は言えるんじゃないかと思います。僕の夢見る未来だったみんなを笑顔にしたい笑顔を守るそれが真中健吾としてウルトラマントリガーとして実現することができました。だから叶うんです。きっとみんながやりたいこととか小さな願い事でもそのために動いてれば絶対叶うからウルトラマンなりたいなっていうそこの君は絶対なれる。ちなみにウルトラマンになりたいよって人、はーい、ウルトラマンなりたい。こんなにも新しい仲間がいるってことでしょ。もうとっても楽しみになります。すごく頼もしいし未来は楽しいことしかないので今いっぱい笑って思うように行動して助け合って感謝伝えて生き抜いていきましょうね。また絶対会えますからね。春樹さん、出演者の皆さん、スタッフの皆さん、そして会場の配信を見てくださっている全ての皆さん、本当にありがとうございました。では最後は一番スマイルで一番のスマイルでお別れしたいと思います。はい、うん、大好きな皆さん笑顔見せてくださいね。はい、うん、じゃあいきますよ。いいのかな、いいのかな。はい、じゃあいきますよ。ここでいきますよ。せーの、スマイル、スマイル、スマイル。信じよう奇跡を僕らずっと守ってゆこう君に抱いた笑顔を空にさ見つけた人を思い合う気持ちが